アロハアロハ。福テレを訪れたワールドドリームサーカスは、空中ブランコなどを得意とする世界トップレベルのパフォーマンス集団です。東日本では初めてとなるショーがいわき市のスパリゾートハワイアンズで明後日から1日2回公演されます。今日はメンバーの一人アシュリーさんが軟体芸を披露するなどしてイベントを PR しました。ワールドドリームサーカス見に来てね。イベントは来月27日までで、スパリゾートハワイアンズの入場料で観覧できます。